はい、えー、グラデーションワイプです。えー、これはですね、えー、グラデーションの起動信号を元に切り替えるといった形になります。まあ、通常にちょっとやってみましょう。えー、こうやるとですね、明るい部分をまあ基準に切り替わってきますよ、という感じになりますね。で、これをですね、まあ、先ほどもやったおなじみの、はい、これですね。はい、グラデーション、下が白で上が黒に当てはめてみようと、えー、見たいと思います。そうすると、ね、グラデーションレイヤーをグラにするとどうなるかというと、こういうふうに はい。だんだんと軌道をベースに切り替えていくということになるわけです。まあ、こういうような、えー、柔らかさもできますよね。で、例えば、ね、これがウェーブワールドみたいな、こういうのありますね。もわーんとした。えー、例えばこれベースにやった場合どうなるかというと、まあ、同じようにですね、ウェーブワールドでなっていきまして、よ、よいしょ。 はい。こんなような、ちょっと見えにくいんですけども、まあちょっとこれ動画じゃないんでわかんないですよね。動いてないんでわかんないんですけども、ここ、ここの軌道ですね。こういったものがベースになります。まあこれもですね、あのー、先ほどやった同様にですね、まあうまく例えばグラデーションとかを作っていきながら、まあ型を作ったりすると、なかなか面白い。例えばロゴだとか、文字だとか、そういったものを使っていくと、えー、結構面白い、ユニークなエフェクトかなというふうに思います。